朝配信です。あんまりないんですけど。おはようございます。しかも今日ちょっと縦画面なんですよね。特に意味はないんですけど、横の方がいいかな。よいしょ。早いね。そう、夜ちょっとできるか分かんないから。いや、できるかな、できるとは思うんだけど、一応朝やっとこうかなって感じです。っていうか、なんか最近、昨日もそうなんですけど、短い時間しかあんまやってないから、ちょっとやっとこうと思いまして、急遽配信してます。夏服、春服なんですよ。ちょっと腕見えるやつ。でもこれつけれるから、あの普通のカッターシャツにもなる。可愛いんですよ。でもあんま見えないですね、この縦画面にしちゃうと。縦だと見えないか。最近なんかアームが流行ってて、なんていうの、なんかもう肩出しとか腕出しとかじゃなくて、もう分離みたいな腕は腕、ここはここみたいなのが流行ってて、欲しくて買いました。なんて言ったらいいんだろう、ちょっと難しいんだけど、そういうのをちょっと集めてこうって思いました。春夏でもちょっと寒いかな。今日最高気温19度らしいんだけど、なんか19度がどういう格好なのかがあんまりわからない。どうなんだろう。お腹すいたな。3回目のワクチン接種、これで安心だね。確かに私ワクチンの案内全然来ないけど上着着るのかな。いやー、今日はちょっと着た方が良さそう。なんか朝寒そうだよね。おはよう。広島の今日は曇りのち晴れらしいです。ちなみに、ちなみにこれが昨日言ってた店員さんに勧められて買ったやつです。これは買う予定だったんですけど、色をピンクにしました。ピンク、サーモンピンク似合うかね。なんかピンクあんまり着ないからちょっとどうなんだろうまあ春なのでいいとしましょう。似合う、本当に。まあでもストライプだから、縦線だからちょっとはなんか緩和されてると思いたい。これね、後ろがめっちゃ怖いんですよ。ちょっと紹介していい？後ろがこう見て、なんか1枚なのに上着羽織ってるみたいな感じなんですよ。めっちゃ可愛くない？でここボタン止めたらなんか普通のカッターシャツにもな、超かわいい。これを外すこともできます。この後ろに引かれて買いました。でも寒いから多分今日上着羽織ってるかも。かわいい。ね。そうなんです。脇が見えると聞いてきました。あ、出た、病気脇が。でも私もそっちタイプだから分かるよ。脇を見せるしかねえってなるよね。でもね、あの世間一般的に脇はねダメらしいんだ。分かる、私は分かるよ私は分かるけど、世間一般的にはね、脇はあの超絶マニアックらしい。悲しいよね。膝裏はどう？逆に膝裏はどうだい？
まあ朝からする話じゃないんで朝はいいんですけど、もうやめときましょう。理解あって何よりです。私めっちゃ寛容よ。もう人の趣味というものはね多種多様まあでも朝はね、なんかもっとフレッシュな話がしたいよね。フレッシュな、なんかもうレモンを、レモンのような爽やかさのある配信をしたいよね。心がけたいよね。今日はカメラを持ってこうかなって思ってます。充電してた、ずっと。昨日ずっと喋って撮ってたんだけどね、なんかスペシャルサポーターにあげるように動画撮ってたんですけど、なんか恥ずかしくなっちゃって結局あげない。昨日撮ってたんですよ、一人でこうやって。ちょっと押すとはないんだけど、でもね、なんかなんだかんだね、一人で喋ってるの見たら何やってんだろうって思ってやめましたなんか思った以上に自分が挙動不審でした。挙動不審な自分がおりましてやめました。でも昨日の深夜ぐらいに携帯で撮った動画は載せました。なのでそちらの方をぜひスペシャルサポーターで見てください。丸見食堂に行きました。初めて行った。ちなみにね、やけどした部分ね、めっちゃ茶色になったんですよ。あ、でもあんまわかんない、ショールームだとわかんないんだけど、すごい赤からね茶色になっちゃった。ショールームの優秀な美肌機能が悲壮感をなくなさせてるんだけど、本当はね、なんかもっとこう悪性のほくろみたいな色してるんですよ。悲しい。そうなんですよ、もう安静にしときます。 PM めっちゃね、なんか水ぶくれっていうか、こう皮がやけど皮って感じになってて怖くて触れない。汗汗です、汗汗。皮膚科は行かない。こんぐらいだったら行かないかな。うん、言うてそんな大したことではない。私は自分のお肌をとても過信している節があるので私の肌は負けないって思ってるから、どこかで今戦わせてます。どっちが勝つかなって高みの見物してます。お腹すいた、朝ごはん食べたいな。でも家に何もない。皆さんご飯食べました？朝ごはんどうですか？まだ？何食べるんですか？私はお腹すいちゃった。丸み以降食べてなくてさ、昨日のお腹すいてる、めっちゃ寝てない。あららら、寝てないの。おきちゃんを見るのが朝ごはん。やばいやばいやばい、新たな患者がなんかちょっと外で食べたいな。コンビニちょっと飽きちゃった。うん、朝食べない派。私朝めっちゃお腹すく。
近頃メイク変えた。そんなに変えてないかも。でもなんか薄いねってよく言われる最近。どうだろう。何食べようかな。チチ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 チ。米田のモーニングはいいよ。米田ってすごいよね。なんかモーニングですらさ、私もよく行くんですよ、米田のモーニング。安いのにめっちゃついてくるよね。パンとサラダだったかな。パン派ご飯派、私オールマイティ。こっちもいける。コメダはねメニューの逆先だから、ね、あのねコメダのエビカツサンドはもう本当に逆襲ちょっと完食のつもりで入って頼んだ時に来た時出てきた時絶望したね。おいって美味しかったけど米田いいよね。そう逆襲やった。これからご飯食べるのにマジ？みたいな。米田行くならどんな飲み物？なんだろう、飲み物はそんな大したもの飲まないかな。あの長時間入れれる用のさ、なんか用ってそんな用途の飲み物はないけど、あの樽みたいなさ容器に入ったカフェラテ飲んでるかも。これ頼んどけばなんか長時間座ってても許される感じする。お一人様で座っててもなんか許されるっぽい、あのめっちゃ容量入ったカフェラテ銀色の樽みたいななんかあるんですよ。すごい量入ってて、これ多分40分ぐらいいても怒られなさそうな、それ飲むかな。でもあの長靴のメロンソーダも可愛い。そうなんですよ、コメダはよく行きます。行きたいな。そのうちコメダで仕事できる人みたいに動画編集しちゃうカチャカチャカチャ。コメダでね、昨日さみちさんと連絡してて夜ね、そしたらさあのなんか決めたいことがあったの、幼児関係で決めたいことがあって、じゃあ何時集合するって言われたから、こうその行きたい場所がね、用事の場所がなんかすごい複雑な経路だったから、でも文字で打つのめんどくさいなと思って電話したんですよ。まあ12時過ぎぐらい、まあ、言うて LINE してるから別にいいかなって。そしたらさ電話切られて、なんか今ゲームしてるからみたいな、へえみたいな、私の電話を切る人がいるなんて、あと6人待ってみたいな、え絶対なんかキルしてるじゃん今って思って、こっつなりましたね。今ゲームしてるから待ってって言われました。あと6人って言われた。あと6人、7人目私ゲームに負けました。悲しい。私ゲームによく負けるんですよね。なんかまいちゃんもなんかドラクエのゲームとかしてるとき全然遊んでくれなかったんで、多分ゲームに負けるんだと思います。だからたまになんか彼氏がエペックスばっかしてるみたいな彼女さんとかいるじゃないですか。なんか今すごい気持ちわかる、わかるよって言ってあげたい。もうゲーム機ぶっ壊してやれって、うおーってでもその後あのかかってきました、電話は。鍵が、でもたまに海外のなんかさ動画とか見てたらお母さんとかは本当に
なんか海外のファミリーってさ、ゲームに対する、まあ、息子とかさ、ゲームに対する親の罰ってめっちゃ重くない？私が見たやつはゲームばっかしてる息子のゲームとゲーム機をクレーンで引き潰すっていう、すごい過激派な動画見た。すごいよね、なんかめっちゃさ過激じゃない？もうどっちの擁護もできんけども、どっちの擁護もできないけど、私の気持ちはちょっと今は彼女さんとか母親側やで、まあそんなクレーンとか使わないけど、うん、チャコ見せてもらいましたカメラで、可愛かった今村チャコ。朝から可愛い、本当ありがとう。ちょっとコメント見てるときさ、目線が下になってるかもしれないんだけど、許してくれメンス。許してくれメンス。お腹すいた。本当にお腹すいてきた。あとパセリから LINE が来ました。ちょっと今まだ返してないんだけど、なんか眠れないですみたいな。眠れないけど2機は全員寝てるので、沖さんなら起きてると思って LINE しましたって。3時半ぐらいに来た。起きてたけども、そうそうそう、めっちゃお腹鳴る。いやその時は返したんよ、返したけどその後返してない、返さなきゃ。なんか何回かやり取りして返してない、ちょっと深夜に不毛すぎた。会話が不毛すぎた。そしたらツイッター更新してたパセリが。ということは私もほぼ寝てないってことなのかな。一応なんか寝た気ではいるんだけど、もしかして寝てない、なんか気づいたらもう今になってたって感じ。でもなんか寝た気はするんですよね。そうなんです。でも昨日ねショールーム11時半ぐらいにしたんですけど、それまで結構寝てたから、だから多分その一回寝だめして、でその寝だめした分を多分夜に持ち越したから、今全然眠くないんだと思います。寝だめの持ち越しした。寒い、肩出してるの、肩っていうか腕か、今日寒いかもしれない、もしかしたら鳥肌が立ってる。朝は寒いのかな、難しいですね春服って。肩破るから、確かに破いてはないけどね、ボタンやから、こうやから。風が強そう、そうなのかな、強いのかな、どうだろう。あと一回寒さが来るけど大丈夫ですか。そうなの、なんかさ今週暖かいね、来週寒くなるよとさ、来週今週寒いね来週暖かくなるよってさ、なんかこの交互の会話を永遠に繰り返してる気がする。私なんか前も言った気がする、来週暖かいよみたいな、来週寒いよみたいな。三寒四温っていうの、はあ、不毛だ。でも昔からこういう不毛な会話を繰り広げられたから四字熟語があるんですね。なるほどね。
三寒四温覚えとこう。はい、あったかくなってほしいね。あったかいの好き。でもあったかいの過ぎ去ったら次は湿気の季節が来る。うん、湿気の季節を過ぎ去ったら次はあの静電気の季節が来る。まあいいところもあるし悪いところもあるしですよね。今多分季節の悪いところばっか見てるからダメだ。いいところも考えよう。春のいいところ、春のいいところは全てを新しい気持ちで始められることです。新年度も頑張りましょう。4月から。春最高。春って何が旬なんだろう。春って何が旬なんだろう。この間そのなんか昨日かみちさんとなんかどこになんか遊びに行きたいみたいになって、どこに行くかみたいになった時に、いちご狩りやってるとか言って、あ、しくどもダメなんでって言って、あ、私って春の旬向いてないんやって。春キャベツ、タケノコ、タケノコ大好き。私タケノコ大好きかも。そうだ、春といえばタケノコさんですね。私ね、タケノコの天ぷら大好き。うん、煮物も好き。なんであんな美味しいんだろうね。やっぱさ、土の中にいるからかな。何言ってんだろう、ちょっとよくわかんない。タケノコの天ぷら大好きなんですよ。あのね、しかもあのこうさ、竹をさ縦に割った形のタケノコの天ぷらじゃなくて、なんかこう輪切り、なんかあのギザギザがない、まあ、ギザギザがあってもいいんだけどさ、タケノコってこう生えてるじゃないですか。こう生えててこうあったらこの断面がギザギザじゃないですか。でそのギザギザじゃなくて、なんかこのこうあった時と下の部分のこういう切り方輪切りの方がなんかすごい好きなんですよね。伝わるかな。なんかね、味は一緒なんだろうけど、なんか食感が違うんですよ。美味しい。こうあった時のこうあった時の このここのこうあれが美味しいんだ。そう、伝わる。たけのこ食べたいな。でもたけのこって私おばあちゃんがよく作ってくれてたんですけど、なんか一人暮らししてから食べる機会がなくなりましたね。お店とかで売ってんのかな、タケノコのなんか何々みたいな。スーパーとかであんま見ないんだけどね。なんかちょっと違うんだよね、自分が思い描いてるタケノコ料理と。やっぱ家のが一番いいのかも。メンマもタケノコ。メンマってなんであんなタケノコのなんか親戚から絶縁されたみたいな食感してるんだろうね。いいけど、もううちの名前を口にするなみたいな、さあ門くぐることで許されなくなった食感してない、メンマって。タケノコ界の、うん、好きよメンマ。別に嫌いじゃないけどね、嫌いじゃないけど、タケノコ好きとしてはね、なんかなんでああなっちゃったのかなってたまに思う。思わん？規制メンバーがオキちゃんと会った時めっちゃ緊張したって言ってた。
先輩と会うときはみんな緊張するよね。私もそうだった。メンマグニャグニャやから。なんか割り箸でもメンマ作れるって言うよね。言わない？なんかさ、TikTok をよく見るんですけど、なんか節約術みたいなのを載せてる人がいて、なんかもう本当に節約のレベルがめちゃくちゃすごすぎて、超レベル高い節約の人がいて、なんか割り箸を水につけて、であのある程度その割り箸からエキスが抽出されたら割り箸を取って、その割り箸茶を開発してる人がいて、って割り箸ってお茶に、なるのかならないのか、なんか貧乏飯の一つみたいになったんだけど、割り箸茶どうなんだろう。木ってでもいい匂いするからどうなんやろ。飲んだことはないです。私は飲んだことはないです。で、世の中すごいんだなと思いました。何でも考えれる。きちゃんも絶対やらないでしょ。やらないよやらないよ。やってみてもいいんですよ皆さん。ネタ動画だったのかな。まあそりゃそうか、そりゃそうか、ネタじゃないことないか。9時になったら終わります。今日は9時までやります。1時間、夜もやれたらやります。今日私が何をしているかはメールでご報告するので楽しみにそんな大したことではないですけど、大したことではないですけど、楽しみに。春日さんが貧乏の時は飴でジュース作ってたよ。飴でジュースか。でも私もあの蛍の墓見て、節子のあのドロップジュースみたいなのちょっと憧れてやったことあったな。あのドロップにお水入れてね、ドロップの味がするって言ってましたね。いや、ドロップ好きなんよね私。また買おうかな。最近買ってないけど美味しい。発火が、もう小さい時発火が外れだと思ってたから、最終的に缶に発火ばっか残ってた。今はね、まあ別に発火でもいいけど、なんだろう、喉飴感があったよね。わかる？私ね、あんまり入ってないんだけどチョコが好きだったんだよね。全然入ってないけど。そういえばジブリで思い出した。4月の29に金曜ロードショーで魔女の宅急便やるらしいんですよ。ショールームで見ようかな。勤労でもね、仕事があるんよね夜。どうなんだろう、それまでに終わるかちょっと疑問なんだけど。私魔女の宅急便大好き。9時からぴったりからもしかしたら始まらないかもしれないけど、
できたらやろうかなって感じです。できなかったごめん。ダッダンドゥ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 みたいな。ジブリ大好き。先の仕事まで分かってるんよね。うん、でも確定じゃないからなくなる可能性も高い。先の仕事は分かってるのに明日の仕事が分かってない時ってたまにあるんだよね。あれなんだろう。七不思議。おはようございます。あるあるです。まあいいんです、別に遊びに行く予定もないからまあいいんですけどね。もちもち。ああもうお腹が空いてきて力が出ない。アンパンマンです。アンパンマン化してます今。うん、でも何食べようか楽しみですな。アンパンマン、僕アンパンマン。いやちょっとね、本領発揮できない。本当だったらモノマネしたいけどあれ声量いるしお腹すくし。あそパソマソ朝だからね。いやアンパンマンのモノマネはね本当に力いるから無理っぽい。夜ならやるよいつでも。いつでもやるを。うきちゃんモノマネのレパートリーはいくつぐらいあるんですか。なんか全部ね、なんか軽い気持ちでやってみて大事故してるから得意ってわけじゃないよ。得意ってわけじゃないけどなんかやってみよう精神はあるから多いと思うレパートリーは。でも別に得意じゃないにし似てもないと思う。とりあえずやってみようぐらいの気持ちだから。いやー腹減った。これからミカニャンとケイトの選挙の結果見に京都行ってきます。京都でやるの。頑張っとる。なんかミカニャンと連絡しててさ、マジでさ。なんか食べ物の話ばっかしてる。太った私もみたいな、やばいみたいな、そんな話しかしてないや。太ってないと思うんだけどね。あれよね、今 NAB さん何バトルやってるんよね。何バトルってあれなんですね、シングルのメンバーが決まるんですね。いやーシングルのメンバーが決まるってなったらやばいね。足足だわね。大変だなと思った。京都でやってるんですね。楽しんできてください。京都いいね。私も京都行きたい。
カラスうるさい。聞こえた？ショールームってめっちゃ音拾うんですね。めっちゃ遠くで鳴ってるやつなのに。カーカー言ってた。そうだ、京都に行こう。化粧あんま映んないな。化粧してるんだけど薄く見える。いいね、旅行したいや。きちゃんカラスと会話できるもんな。そう、カラスと会話できる。でも今カラス近くにいないからしかももうアンパンマンと一緒なんですけど、本当にね声量使うからお腹空いてる今は出せない。ちょっと期待してたらごめんやけど、勘弁して。そこはそう、カラス呼べるんですよ。でもカラスが近くにいないと会話はできない。今遠いから返事してくれるんですよ、泣いたら。カラスがあー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 って言ってくれる。そうフフ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 。ちょっと今お腹空きすぎてダメですね。お腹空きがちで、だから今朝からおきちゃん見れただけで幸せ。本当？嬉しい。こんなんでよければ、いつでもお見せしますね。こんなんでよければ。皆さんはいつでもどこでも配信に現れますね。通知を取っているといえども、どうなんですかそれは。その反射神経の能力を何かに活かせそうなんですよねって真剣に考えるんですよ。なんかそういう職業はないかなって何かを察知して何かに向かう職業、消防士とかいいんじゃないですか。はっ、よし行きますみたいな。だから3分とか出発してるみたいな、できそう。即追する仕事をしてます。即追ね、私もねツイートしたらね絶対一番にリプしてくる人がいるの。もう何年も一番に。絶対何かに活かせると思うよね、その反射神経って思う。でもね絶対見てないでしょって言ったんですよ一回。ツイートの内容見てないでしょって言ったら、見てるよって言ってたけど見てないでしょみたいな。でも確かにその内容に合わせたなんかリプは送ってくるんですよ。だから見てるんだろうけど、すごいよね、ボットボット。確かにツイッターにもあれか、通知つけれるのか。ショールームとツイッターは通知ありなんだね。ビュンって見れますね。じゃあ私あんま誰かの通知取ったことないな。遅れて通知が来る通知の意味あかんね。
STA 公式の通知は取ってるでしょ。あー、公式ツイッターの通知取ってないかも。なんか LINE で来るんだよね、今からこれツイートしますみたいな、何時にこれツイートしますみたいな。だからあんまり必要性を感じてなくて、撮ってないかも。撮っとこうかな。そう、事前にね、なんか告知類とかは言われる。今からこの公演の受付のツイートしますみたいな感じ。はーい。そうなんですよ。桜餅ありがとうございます。ギフトとかもありがとう。全然お礼言えてなかった。 Thank you。 アイドルにガチ恋したことは、私ね、マジでね、福岡聖奈さんのあの舞台、AKB さんがやってらっしゃった舞台のあの福岡聖奈さんを見た時に、結構本当にガチ恋まで極めそうになったひえーってなったかな。超かっこよかった。ショートカット福岡聖奈さんだったんですけど、もうあの瞬間はね、どうしようか1分ぐらい 迷いましたね。ツイッター見て、なんかビジュアル公開されましたみたいなツイート見て、やばいって思いましたね。そう、ときめきました。それはガチ恋と言えるかもしれません。めっちゃお腹鳴る。聞こえてたらごめんなさい。ゾンビじゃなくて、あの AKB さんがやってるやつ、岩かける、なんだったかな、ちょっとあんまり詳しくはないんだけど、最近やってたやつ。聞こえてないよ、お腹の音。あ、よかった。聞こえてたらどうしようかと思った。そう、最近のあれのビジュアルがとても良きでした。もうね、ガチ恋はーってなった。かっこいいって、見てみたかったんよね、あれ。STA もさ、なんか 2.5 次元やってみたいよね。なんかみんながカツラかぶってるの見たいどんな感じなんだろう、見てみたい。なんか来ないかな。0048みたいなね。0048もそうだけど、49もさ、実写化しようよ、実写化。あ、でもあれ主人公男の子だからダメか。あれいいよね、49めっちゃ泣いたわ。あ、舞台やってたんだ。そっか、もうすでにやられてた。ナナさん主役ならなんとかなる確かに奈々さんは男性にも女性にもなれますからね。確かに。セルアミ良かったからまた舞台してほしい。セルアミね、セルアミなんか続編ね、なんか作られる雰囲気あったけど、もうなくなったのかな。なんかまだまだ伏線めっちゃあったけど、どうなんだ。45分45秒で何ができる。ちゃ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 。
と伝えること。おきちゃん脚本書いてよもう癖でまくりよ、そんなの。バブミが好きかも。おきさんバブミ、バブミあるよ。私あんま言われないけど、バブミあるのですか。あ、髪の毛もさもさ。あるあるよ皆さん、びっくり。22歳パブミがあるって言われる。今年23歳、今年23歳ですけど。おしゃぶりどこ。おしゃぶりね、封印してたね。いつの間にか、もう持ってないな。もう本当に一時のあの赤ちゃん帰りはすごかったですからね。おしゃぶりを加え、シルバニアファミリーの赤ちゃんを常備し、懐かしい。あのお話し会じゃないよ、握手会にもさ、おしゃぶりした大人が並ぶっていう本当に地獄のような絵図が広がってたことが一時あったんですよしかもね、なんかすごかった。なんかこう大人用のおしゃぶり買ってきたよみたいな、大人用のおしゃぶりがあるのみたいな、なんか新しいね、知らなくてもいいことを知ったりとか懐かしいですね。いやー今はねおしゃぶりねないな。でもあれは欲しいんですよね、哺乳瓶哺乳瓶はちょっと欲しいかなって思う。あと最近のあの赤ちゃんって透明のおしゃぶりを使ってるんですよ。ここがあの透明だから口の中が見えるっていう。だから赤ちゃんって歯生えてないじゃないですか。だからすごいさ、なんか口の中も何もないの、歯もないからさ、ま、空洞みたいな。そう、その透明のおしゃぶりはちょっと欲しいかもしれない。確かに。なんでそんなに詳しいんだ。なんかね TikTok で流れてくるの赤ちゃんがでなんかいろんな赤ちゃん見てきたけど、結構透明のおしゃぶりが流行ってたから、あ欲しいなって、あ可愛いなとかじゃなくて、あ欲しいなって思った。そうなんかチュポみたいなさ、赤ちゃんがおしゃぶりするんだけど、なんかすごい口内の動きがすごい、もうなんか魚なんかすごい、赤ちゃんってすごいよね。あの人間なりたてだからかな、魚の口の中みたいな。いや見たことないけど、魚の口の中なんかすごいのよ不思議な感じ。可愛いんだけどね、めちゃくちゃ可愛いけど、なんか自分らと違うっていうか、まあ、当たり前よね。うん、なんかフグみたいな感じ、ポコポコポコみたいな、パッ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 パってずっとね、なんかそんな感じ。今猛烈に赤ちゃん欲しいとか、赤ちゃんはね私はいいかな他人の赤ちゃん見ててもね、母性が湧くとかあんまないんだけど、なんかすごいなって。赤ちゃんってすごいよね。なんか人間の一日目ってすごいんだなみたいな。なんか興味ある観察対象って感じ。だからよく TikTok とかで見たらなんか同じようなのが流れてくるから、それで赤ちゃん見るんですけど、赤ちゃんってすごいなって。だから面白くないのに笑ってたりとかさ、泣いてたりとかさ、本当にそこに感情はあるのだろうかって思う。
赤ちゃんが笑ってるのとかもさ、別にあれ楽しくて笑ってるわけじゃないみたいな、なんか反応なんよね、そういう。でもさ、なんかタイミングよくさ笑うじゃないですか。不思議よなって。もお母さんとかお父さん嬉しいだろうなって。赤ちゃんね、ベイビーベイビー。必要にも赤ちゃんいますよ、サゴちゃんとかね。つい先日生まれたばっかりの赤ちゃんばっかりですよ。本当に生まれたてがいっぱいいます、 STU。 さこちゃんなんてね、あの生誕祭してたけどね、もうあれだから、昨日生まれて昨日生誕祭してるみたいなもんだからね。おかしいよ、1年経ってないのに生誕祭してたからダメじゃんって。サコちゃん昨日生まれたばっかじゃんって。あ、生まれた日のお祝いしてるのかって思いましたね。生まれたから生まれましたって、元気に生まれました、おめでとうございますっていう、あのお祝いをしてるのかって。本当はね、あ、1年経たないとダメなのしちゃう。でもサコちゃんね、なんかちょっとせっかちだからね、早めにしちゃったね。赤ちゃん、もう赤ちゃんいじり。でもさこちゃん私服いかついからな。ベイビー私服ちょっといかついからな。まあそんなとこも好きなんだけどね。そうだよ、もう指輪、三連指輪にジャラ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 って鎖ついてるから。でもそんなとこも好きよ、さこちゃん。みんなで喜んだよ、さこちゃんが高校合格したことみんなで拍手した。おめでとうって、さこちゃんおめでとうって、みんなで拍手、大拍手したよ。なんで高校行くんだろうね、生まれたばっかだから幼稚園の方が先じゃないのかな。ペンギンありがとう。まだ高校じゃないよね、なんで高校の受験してたんだろう。あれ、まだ幼稚園じゃないのかな。さこちゃんもって生まれたばっかよね、天才だからかな、もしかして飛び級かも。じゃあそろそろ団長読みます。大した話してませんね、朝だから。それでは13位から読みたいと思います。13位森健銀河さん、12位パパパンダさん、11位小バチャさん、10位 TM マンさん、9位タオさん、8位横浜くんさん、7位ジェリーさん、6位末っ子長男さん、5位アサッチさん、4位デサイズハートさん。13位から読むでの皆さん、ありがとうございました。そして3位がペルさん、2位がシンさん、1位がトニトニチョッパーさんでした。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。というわけで朝から見てくださってありがとうございました。いやー、何を食べようかね、朝の楽しみ、何を食べようかね。私はゆる配信なき、いやあるかもしれない、しないかもしれない、疲れてたらしてないかも。でも最近そういうのが多いからさ、なんか寝落ちして夜配信あんまなかったみたいなこと多いからさ、先に一回顔見せとこうって。もうね、この行動がね、すでにあの夜の自分を信用してないんや。もう家帰ってすぐ寝てしまうんでないかという前科があるからね、前科持ちだからね。まあいいんだ。まあ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 、もう帰ったらすぐするようにします。それか
かもしれない運転、あーなんか事故するかもしれないと思いながら運転するやつ。確かに寝るかもしれない寝ないかもしれない、配信忘れるかもしれない、配信するかもしれない、どっちもの可能性で生きてこう。いや私がさもう外でも配信していいんだったらさ、もう絶対に見バレしない身分だったらさ、もう家帰りながらねラジオ配信とかしてるんだけどね、もう眠いです、仕事疲れました、もう帰ったら寝ますってことをさ、歩きながら家に帰宅しながらよし着いたで寝ますって言って配信できるんだけど、そうもいかないのでね。ツイキャス感覚、ツイキャスってそんな感じ？そういうのでもいいんだったらあれだけどね。まあそうもいかないので、この限られたねこのスペースでやらせてもらっております。あと3分したらじゃあ終わろうかな。まあどうせなら区切りのいい時間帯に終わろうかしら。肩がもうね、肩の温度何度？冷たい、寒い、上着着よう今日は。寒かった、春の服装が未だに難しい。温めて、うん、暖かくします。夏の格好でしょ、違うんでしょ、これちゃんと長袖だから。あ、切れ目なくなった、これったらめっちゃ OL みたいじゃない、スーツって感じね、しないか。ちょっと覚える感あるかな。銀行印鑑ある。そんな真面目そう。できる女感、そうなんですよ、できる女感出してこう。できる女のさしすせそう、さすが、知らなかった、すごい、さそうなんだ、背はちょっと忘れた生きる女のさしすせそ、なんか歌なかった、あと1分で終わります。背脂ラーメン派が乗り込んできたぞ、カン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 、家系が乗り込んできたぞ、避難しろ、カン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 、家系ラーメン派が乗り込んできたぞ、カン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 、マシマシって言われる前に避難しろ、カン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 逃げろ、言われるぞ、背脂ニンニク野菜マシマシで。はい、というわけでこんなテンションですが、皆さんもゆっくり日曜日ゆっくり休んで、お仕事の人はお仕事頑張って、学校も頑張ってください。それでは素敵な一日をお過ごしください。いってらっしゃい、バイバイそれでは失礼します、失礼します電話かな、ありがとう。